はい、おはようございます。竹下敦です、私が運営しております、竹下敦チャンネル、YouTube のねチャンネルなんですが、広告が出るようになりました。はい、広告が出て、多少のね収益が入るような状態にやっとなりました。再生するときにね、広告が出てお見苦しいかと思うんですが、広告なんで、お客様なんでね、ぜひちょっと本当にね、ためになる広告っていうのはたくさんありますね。広告見るの僕結構好きなんで、自分のね、動画の中に広告が出てくるととても嬉しいです。基本的に登録者数が1000人、そして、総再生時間、1年間の中でかな、1年間の中で4000時間を超えると、広告が掲載されるようになって、その広告をの何パーセントかが、私のところに入ってくるという、そういう仕組みのようになった仕組みのようであります。はい、で実際にまだ私はそれで、広告収入はいただいてないんですが、一般的に審査に約1ヶ月かかるということだったんですが、私の場合はまあラッキーでしたね。約2日かからなかったかな、約1日ちょっとで、審査を通過して、広告がね掲載されるようになりました。本当にこれもね、ひとえに皆様のおかげだと思います。誠にありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、だってですね、今やね、YouTube ってテレビみたいなもんじゃないですか。そういう中でね、もしこう自分が CM とかに出たらね、やっぱりちょっと見ちゃうじゃないですか。なんかそういうのにね、ちょっと近い感覚があるんですよ。自分の歌ってあり、こうお話ししてるね、ところにこう、ここの広告が出るわけですよ。なんだかね、嬉しかったりします。はい、もう今後ともね、本当にぜひよろしくお願いします。なんかヘラヘラ笑ってるばっかりですけど、やるときはやりますんで。はい、それでは、今後ともよろしくお願いいたします。竹下敦史でした。